はい、デモクラ TV を、見ておりますスポーツ大好きの皆様、こんばんは、デモクラ TV ヘンリー鈴木のスポーツ塾8月号のスタートです。まあ、今の世界のスポーツ界に起こっているあれやこれやをですね深く掘り下げていく、番組ですけど、今回も、元東京新聞東京中日スポーツの、鈴木ヘンリーが、お送りいたします。よろしくお願いいたします。そしてコメンテーターを、早速ご紹介します。東京新聞編集員の稲熊仁さんです。よろしくお願いいたします。そして今回もサッカープロデューサージャーナリストと多彩な活躍を続けておられますカルロックス矢吹さん、おいでいただいてます。今日もいろいろよろしくお願いします、ね、話をいろいろしていきましょう。はい、まあ本当に今日昨日まですごい東京も暑かったんですけど今日ねざんざんぶりなんですけど、まあその中で未だに、コロナが、ね、いろいろスポーツ界にも思いを振るってますけれども、お二人は大丈夫ですか？一応濃厚接触者の PCR 受けました。濃厚接触者でも隔離は開けて、え、隔離期間、濃厚接触者の隔離期間も開けて、いや、すぐ無事に、すぐ PCR やったから、で6日間ぐらい、5日ぐらいでしたっけ、今濃厚接触者って、濃厚接触者で陰性だったら別に何もないから、うん、あ、陰性もそのまますぐ解放なんですね。そうだ、だって関係ないもん。ああ、カルロスポーツ大丈夫だ。僕も、まあ、特になってないんですけど、うん、問題はちょっとうちの幼稚園、子供が通ってる幼稚園が、うん、もうちょっと職員の方に陽性者出すぎてて、閉まっちゃいました。あ、閉まっちゃった。あ、そうなるとね、もう働いてるお母さん方がマジで大変で、うん、みんなね、そうだね、それ一番結構ね深刻だよね、子供を持ってる家庭ではね、うん、もう私はあの先週あの隔離が明けまして、それまで陽性というかね、あのコロナで発熱して、10日間、じっとしておりました。まあね、熱が出たのはもう1日だけで、発熱したの 38.5 度、最初の日に出て、次の日は37度5分で、その次の日が36度2分っていうふうに、もうやっぱり他の人と同じように、大部分の人が大体3日間ぐらいで平熱に戻るよって言ったら、そのまま戻ってしまいまして、ただだからそこから先が長いんですよね、うん、一応10日間隔離、じっとしてなきゃならないもんで、熱さが平常に戻って、元気なまま1週間家にいなきゃならなかったもんで、まあ、この間なんか、東京都から食料を送ってもらって、うん、配食を、これで段ボール2箱でね、結構すごい量あるんですよ、うん、スポーツドリンクから、アイスコーヒーから、あとレトルトのカレーとか、レトルト中華丼、うん、それからカップ麺もドバンと来るし、それが 2箱どんどんとあるもんで、でこれを食べるのが結構忙しくなって終わってみたら、今だから多分ね、食べなくてもいい、多分先月の映像と比べてみれば分かると思うんですけど、今2キロぐらい太っちゃってるんですよ、体重が。だからね、それは動かなかったことの方が気に、だから動かないで食べてばっかりだっていうのがね、全部食べる必要ない。だからね、今度は医者に痩せろ痩せろって言われてね、分かりましたって言ってコロナ太りっていうのやってしまいました。はい、まあでもこれスポーツ界もなんか結構大変ですよね。あれ大相撲でびっくりしましたもんね、あれ、うん、名古屋場所ね、幕内18番のうち7番が不戦勝不戦敗ってやつですね、不戦ですもんね。あれで金返せって言わないところおとなしいなと思ったんですけどね。まあまあ、お互い様みたいなところが、まあ、ちょっと定着してるからしょうがないなというね、ことでね。だから始めた以上は、だから協会側は状況が状況だから理解してもらいたいとか言ってそれで終わっちゃってるけど、まあまあ、でそう大きなね、クレームやなんかはなかったから、うん、まあ比較的理解はしてもらったんじゃないですかね、うん、って一応、ね、共催ですから。あ、そうですね、中日新聞共催でしたもんね、あれね。だ普通だとああいうのってた、まあ、もう半分近くがこう勝負しないまま終わっちゃってるんですから、うん、まあ、例えば来年の名古屋場所のね、まあ、割引になりただけになりね、配るとかね、何かこう一つちょっとこうプレミアムを用意するのが普通じゃないかなと思ったら、まあ、何もそういうのしないから。でも何、うん、て言うのかな、要するに興行自体が短縮されたりじゃないからね、あの事実上は取り組みが少なくなっているとはいえ、うん、それは別にそこが、まあ、何事かで明らかに短縮されたりじゃないから、うんうん、そういうおそらく契約条項でもそういうこと、まあ、まあ契約条項はそうなんだけど、まあ、まあこれから気持ちとしてでしょ、そうそう、相撲ファンを増やしていくとか、相撲好きな人を増やしていくんだったら、何かこう一つちょっとこうプレミアムつけてもよかったんじゃないかなっていう感じがしましたよね、それはね。いや、こうなんとか導入しやすいね、何事か知恵があったらそういうのを考えつくっていうね、それはまあ逆に言うと親近感とかね、うん、好印象につながるからね、そうですよね、イメージアップでね、必要だ。まあ、プロ野球の方も7月だけで選手スタッフ合わせて100人以上が
陽性示して、巨人がすごかったですね。そうね、あとヤクルトもですね、ヤクルトが27、8人で、ただヤクルトは試合中止っていうと2つぐらいしか中止した、いや要するに1カードですね、 1カード飛ばした、1カード飛ばしたんですよね、はい、飛ばしたんです。それでその後アメチューがあったから、まあ、それで中止としなくて済んだ、あのコロナのための中止としなくて済んだったんだけど、それよりも何よりヤクルトの場合はさ、うん、戦力に大きな影響があったから、はい、あの試合の消化云々よりもさ、あれで随分と差を詰められたでしょ。まあ詰められたんですけどね、ただなかなか追っかける球団もみんなそうね、まあ、まあでもそれにしても詰められたよね、あの、まあ、マジックは消えましたからね、マジックは消えたからね、そういう意味では、あの今はだんだん他も増えてきたけど、うん、あの頃突出してまずはヤクルトが先頭を切るように、うん、まあ、先頭切るやったら次は巨人がだから全部で75人、そう、ね、75人ってすごいね、1軍3軍合わせてね、監督以下だから、ね、監督スタッフ75人で、結局昨日再開したんですよね、試合6試合2カードだよね、巨人は2カード、はい、まあ、オールスター挟んで2カードだからで、昨日再開して負けて、その次の試合も負けてるから、まだ勝ってないんだよね、再開してからね、やっぱりもろに、影響が出ちゃってるなっていう感じがします。で、あと高校野球ね、高校野球も、もうすぐ夏の甲子園始まるんですけど、あれ4校が、コロナでもって、結局ね、クラスター認定されちゃって、4つが、まあ、開会式とか出られないっていうなって、ただ高校野球は結構今回良かったのは、じゃあそれでアウトとするんじゃなくて、抽選のその試合の組み合わせの順番を第7日最終日、1回戦の最終日というか、もう2回戦に入っちゃうんだよね、あれね。そうです、その日の最後の試合はもう2回戦、そうだよね、要するに、まあ、49校のうち一番最後に出てくるところへ全部そこでまとめちゃったっていうことですよね、まあ、柔軟な対応だから、これは非常に柔軟な対応ね、まあ、確かにその開会式とか出られないっていうのはね、ちょっとかわいそうは、かわいそうなんだけど、あれ1校かなんか辞退なかったっけ、はい、いやまだ辞退はないじゃん、あれ決勝戦も辞退か、あの地区大会の決勝戦辞退かなんかあった、地区大会ありますよね、だから結局高校野球ももう去年までのあれでもってこう事態っていうのはあまりにも残酷だろうっていう話になって、うん、まあ、ここでもね、去年も何回か話になったけど、まあ、ノーモア事態校っていうのをまず念頭に置いて、だからやろうといえばそういうのができるっていうことだよね、うん、やったっていうことで、そうね、だから翌日の試合でこんだけ出ちゃったって場合はね、それで、決勝に事態せざるを得ないのはまだ分かるけどね、うんうん、ある程度期間がこれから設定し直すことができるんであれば、今回みたいに柔軟に対応した方がいい、ね、はい、そうですよね、まあ、でも考えてみれば今の高校3年生って1年の時からずっとコロナですもんね、まあねまあいろんなあれだよね、苦労は、なんていうかな、ストレスというか ね、先行きが不透明でさ、それなのに寮生活ですからね、そう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 で、昨日ねちょっと一緒に飲んだ23歳のやついるんだけどね、これが早稲田大学だったんだけど、結局ずっと2年半学校行ってないじゃないですか、ほとんど行ってないわけですよ、これ何のために大学いるのか分からなくなってたっつって、3月で僕中退の辞めましたか大学っつって、今の3年生ってこと、23歳だからもう最後の4年生のところで、まあ浪人して入ったんだろうけど、そこのところで学校全然もう2年半ほとんど行かなかったから、だから大学によってなんだろうけど、うちの娘は今2年生だけど、はいはい、去年入って、はい、ほとんど授業あるよ、あ、そうなんですか、じゃあ早稲田が結構厳しいんじゃないかな、大学によってはね、あと学部によっては、まだ5日間しか入学してから行ってないっていう、今年入った子もいるし、ね、それはでも娘の、まあ、同級生がみんなそんな状態だから、早稲田なんか聞いてる、そんな感じじゃないけどね、あ、そうですか、まあ、学校によって、あと学部によって、あると思うんですけどね、で辞めちゃって何するのって言ったら、しばらくアルバイトで生活していきますって言うから、なんかそういう変な特殊な人だからまあまあね、それをさ、全部のようにしない方がいいと思うよ、まあまあね、だからね、早稲田怒られちゃうよ、なかなかね、今日ちょっと早稲田のそういう会があったんですよ、そういうね、で、なりってやったんですけど、まあまあ、そういう中で高校野球は本当に今回は珍しく柔軟な姿勢を、見せたということで、まあもうそろそろコロナもこんな感じで、だん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 ね、別なステージの方入っていくでしょうから、スポーツ界の影響もだんだん減っていくとは思いますけど、はい、ということで、今日はこういう感じで始まりましたけど、まあやっぱり今日の話題ってなって、
まずやっぱり大谷かなという感じはしますけどね。まあ、今日もね残念ですね。これで足踏みが3試合連続、3試合連続で、ピッチャーとしてね、先発して足踏みしたのが3試合連続なんですけど、今日ね、あと1勝すると10勝になって、うん、ベーブ・ルース以来104年ぶりの2桁勝利2桁本塁打、うんね、これ本当に去年もそうだったけど、うん、結構足踏みしちゃいますよね。今年は ねピッチャーとしてすごい安定してるんで、そう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 、だからなおさらちょっととね、まあ、多分本人もそれベーブ・ルース以来の記録っていうのを狙ってるから、うん、まあ、ホームランよりもまずは2桁っていう風なのに、まあまあそうだろうけどね、するんですけどね、うん、でも勝ち星ばっかりはね、うん、まあ今日だって全然打てないから、うん、まあ打てないしね、まあ、残塁も多かった。だからやっぱり大谷も点をやりたくないから、ちょっと今日見てた感じはスライダーが多くて逃げのピッチングっていうかね、うんうん、かわすピッチングやろうとしちゃったかなって感じ、ね、球数をね、うん、ある程度は抑えてみたいなっても、ね、まあそれも、ね、しょうもないっちゃしょうもないかなっていう、まあ、今回じゃないですけど前の登板の時ですけど、うん、試合後のインタビューで、いや勝てなかったのは自分が打てなかったから悪い、うん、まあまあそう思わざるを得ない、そう思わざるを得ない、そう思わざるを得ないところまで追い込まれちゃうところがね、うん、他の選手はもうちょっとね奮起してほしいですけどね。今日も1点か。そうですね。だよね、見てて、うん、打てる気がし、打てる気がしないんだよ。もう特にね、先月言ったけど、もう大谷がもしかしたらトレードされる可能性あるよって言ってたんだけど、あれがトレードの期限が昨日の日本時間の昨日の朝、うん、一応トレード期限迎えて、まあ一応今シーズンは大谷はまあ残留っていうことになったんだけども。ただ大谷は残ったけど主力選手3人また放出しちゃったんですよね、エンゼルスはね。よりね、得点力がなくなった、そうそう、だからなんだっけ、先発ピッチャーとあとなんだ抑えのエースとね、あとバッター3人持ってっちゃったから、もうだから優勝は今年は諦めて、これはもう大リーグの場合よくあるんだけど、優勝諦めたらちょっと年俸の高い選手たちは放出して、代わりに若手のマイナーから若手の有望な選手を取ってきて、まあ来季へ向けてチーム作るから、ただその代わりこれまたエンゼルスはチーム再建という意味では遅くなるわけですから、ね、また優勝から来年優勝すぐできるかったら、そういうチームにはちょっと無理じゃないですか。だからそうするとね、ホームランは、まあそういう事情とは別に打てるんだろうけど、まあ、それも影響あるけどね、周りあれだとやっぱり集中して大谷に、絞ってくるからね、やっぱホームランも若干出にくくなるけど、あとは敬遠もするし ね、だけど、まあ、打つ方はいいけど、こういう状態じゃやっぱ勝ち星がないからね。だから大谷自身 そのチームも優勝諦めちゃったわけだから、これが優勝っていうかもうプレーオフも諦めちゃったわけだから、もうモチベーションが大変だよね、まだね8月の最初なんだけど、ここから最後までね、まあまあでも、まあ、当面はねベーブ・ルースの記録ってモチベーションは個人的にあるけど、個人記録だけだけど、やっぱり雰囲気が、ね、面白くないじゃないですか、個人記録だけを書いてもね、なんやかんやってね、そういうふうに割り切る人もいるだろうけど、だけどやっぱりチームとして盛り上がっていかないと、特に大谷みたいな選手はそういうところあるから ね、 そうですね。で、まあ、おそらくもう、ね、まあ、ここで昨日で一旦トレード期限は、今シーズン、シーズン中のトレード期限は終わったけど、まあ、シーズンオフはこれで再びね、トレード話はこれ再燃するのはもう間違いないだろうし、まあ、言ったように大谷って来年が終わると FA になるから、エンゼルスが引き止めるためにはすごいその FA で外出ていかないための長期契約を結ぶ必要があるんですよね。だから今のところ一説では4年で年平均50億円以上、だから4年200億円以上のお金は用意しなきゃならんだろうと。ただエンゼルスって他にも50億円の以上もらってる選手が2人いるから、年俸だから、ここで大谷も50億円以上もらっちゃうと、そうすると、まあ、もちろん財政的にも厳しいし、あと大リーグの贅沢税っていうのがあって、年俸総額がすごい高い球団はそういうお金がない球団に渡さなきゃいけないんですよ、お金を。要は1回 MLB に払って税金みたいなので、それを取られることになっちゃうんですよね。だからそれも避けたいっていうところもあるだろうから、だから大谷をやっぱりトレードで出して、その分のね浮かせようって。ただ大谷が持ってくるスポンサー、日本のスポンサーの契約とかなんかってやっぱり大きいですから、その辺との兼ね合いにもなると思うんですけど、
まずはそういう長期契約をだからこのオフに結ぶ方向に持っていくのかどうかだし、また大谷がたとえ長期契約をこの提示されても、まああんな風に主力選手がこれだけいなくなっちゃってしばらく優勝できないような状況だったら、多分大谷自身がちょっとどうしようかなって考えると思うんですよね。うん、ちょっとあるんだけどさ、今さらっとなあの年俸50億円、はいはい、それが何人もいるってさ、はい、で大谷も、まあ、だから年齢200億円ってさ、はい、それぐらい最低だろう。それってさ、要するにエンゼルスでもそんな払ってるんだけど、はいはい、それを賄うのは、はい、球団としてはまああれなの今、はい、まあ、基本の木の話になっちゃうけど、はいはい、まああのまあ、観客の動員も あるけど、あとは放映権の割り振り、放映権はもちろん割り振りがあって、はい、それも大きい。あとはグッズだとかなんだかとか、うん、はい、あとはそのさっき言った、まあ、スポンサー、はい、個別の CM、はい、ということでしょ、まあ、グッズ収入とかね、まあ、あとは CM、はい、個別の、ね、はい、そういうもののある程度、まあ、コミッションというか、はい、そういうのを球団も持っていくということ、そう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 、そういうもろもろあれば、まあ、もろあるけどでも赤字になるんですよ、だいたいそういう球団って だろうね、エンゼルスのだから、ね、ね、ファンに理解を求めるっていう意味でそういう 大きな契約を結んだ時っていうのはチケット料金値上げする時もあるんですよ結構、うんうん、でファンも、まあ、あいつを引き止めるためだからしょうがないなっつって、でもチケット料金をちょこっと上げただけでもそんな、うん、でも年間エンゼルスだと、まあ、あの入れば300万人近く入るわけですから、うん、うん、これが1人まあ500円ずつ上がったとしたってそこそこの額になるじゃないですか、まあ、そうですけどね。であとはまあそれで延長契約が、ね、結べなかったらこのオフリ、そしたらまあ即トレードっていう形になるでしょうし、またはこのなんですか、来季終わるまでとにかくあと来年いっぱいチームに残留して、うん、そこから契約をもう一回考えましょうっていう方法ももう一つありますけど、ね、でも そこになってくるとよりこうなんつうか条件悪くなる、あ、そう、条件悪くなるし、エンゼルスとするよね、でね、それもう一年チームにその残留して、じゃあ FA 残留の契約を結びましょうっていう時って、これもまたいろいろややこしい話があって、あの球団って20億円ぐらいしか出さなくていいっていうルールがあるんですよ、これって、その FA を残留させるときって大リーグは、うんうん、その無理やり大きな額をどんと積まなくても20億円払って全残留してくださいと、嫌ですよって言ったら、じゃあ FA さよならと、さよならと、その代わり FA で移籍した先からドラフトの1位の指名権を もらうとかね、いろいろそういうルールがあるんですよ、うんうん、でもそれはもうそれだと20億円でいいって言って20億円って言ったら絶対嫌だって言うよね。そうそうそう、嫌だって言うでしょ、嫌だって言うか絶対出られる、でそれだから、ただそれで出てかれちゃってもらうのがドラフト1位の指名権ぐらいだったとしたら、うん、あんまり得じゃないじゃないですか、だよね、だからそれはあんまり意味ないんじゃないですか、だからこれはおそらくないだろうっていうわけだから、やるんだったらやっぱり今度のオフのトレードになるんじゃないかっていうのが一番有力でしょうけどね、うん、それか、それがさっき言った金を再契約で払うから、そうそうそう、それだけのお金をね払えるかどうか、要するに簡単に言うと重競争の中であのエンゼルスも、はい、勝ち取らなきゃいけないということですね。そうそうそう、まあ、ただ推測の話になりますけど、うん、憶測の話になりますけど、うん、大谷はお金よりもやっぱりちゃんと勝てるチームに、まあまあ、もちろんそう求めてると思いますけど、ただ勝てるもが一番なんだけど、うん、その前、そのもっと前の話として、うん、やっぱりやる、ね、二刀流をやらせてくれるってところだよ ね、 そね、おそらくね、うん、でやらせてくれないようなところもあるんでしょ、そうですね、ヤンキーさん無理って言ってますね、あそう、はい、でいやこの前も聞いたかもしれないけど、ここに至ってここまで成功してて、まあ、ベーブ・ルースの時もそうだし、でもあの時代とね状況は違うけど、うん、ここまで成功してもうやめさせにくいんじゃないの、ヤンキースとか、うん、やめさせにくいでしょうけど、うん、ただ例えばヤンキースにも DH は素晴らしいバッターいるわけですよ、うんうん、この選手をどっかへ今度出さなきゃならないですよね、大谷選手が枠を開けなきゃいけないから、 あと先発ピッチャーの枠も開けなきゃいけないじゃないですか、だからその辺のなんですよ、みんなその辺はもう長期契約の大型契約を結んでる選手ばっかりだから、その辺の整理をしなきゃならないですよ、大谷も含めるの、そうか、それとよりどっちが戦力かというと、そうそうそう、
やっぱり投手に専念して DH の枠の中もっと上の DH の方がいいってことになるわけね、はい、そうそうそう、エンゼルスみたいだとそんなに球がいないから、ね、いいからいいんですよ。だから弱小球団だったら入りやすいけ ど強い球団は逆にちょっと契約がハードルが高いよっていう、そういう二刀流の契約は、ね、そういう意味ではね、今カローさんが言ったこともジレンマになってくるね、うんうん、ね、だからその最大公約数だよ そうですね、二刀流はやらせるけど強いチームっていうので多分メッツっていう話が一番上がってるんですよね。ただまあで、お金じゃないって言ってもやっぱり最低50億円ぐらいいないと他の選手とのこの釣り合いが取れなくなっちゃうから、ね、選手会が多分その安い契約は OK しないですよね、この場合ね。ただこれも考えようですけど、うん、まあね、1人分のスーパースターの値段で2人のスーパースターが取れるようなもんなんで、まあまあそうだね、そういうお得だって思う人はいるかもしれないですね。だから確かに今の話聞くと戦力だと大谷ってすごいんだけど、それがまあ2人にねいた方がいいわけだから、こっちで20勝上げられて大谷よりもいいもうホームラン打つ人の方があればいいわけだからね。だから戦力考えるとそうだけど、ただあのなんとかな、観客動員を考えると、うん、観客動員という、こう、なんとかな、利益になることを考えると、うん、大谷の方がいいねって考え方もできるよね。うん、どっちかというと、成績を重視するのか、興行を重視するのかっていう考え方も出てくるよね。ね、あ、まあ、だから、まあ、楽しみちゃ、ね、ちょっといろいろ大リーグの仕組みを知る上でもた、あのいろいろな楽しみなオフ、うん、って今なるんじゃないかなっていう、ね、そう突き詰めていくとその大リーグのね、うん、システムのいろんな妙が見えてくる、ね、そうですよ ね。でこれ日本に目を移すとね、まあ、っこの楽しみなのはやっぱり村上が、ヤクルトの村上がね、そう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 、もう村神様っていうね今言われてるぐらいのところで5打席連続ホームランっていうね、一昨日ですね、一昨日僕昨日行ったんですよ。あ、昨日行ったのか。昨日行って、まあ、昨日はねホームランは出なかったんですけど、ドラゴンズがポロポロ落としたやつね。なんですけどもうね、球場は村上日本新記録おめでとうムード一色、うん、あ、そうだろうね。あ、でもドバイって行っても村上メニューあります、うん、もうペタ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 、あの紙で急いでプリントアウトしたようなすごいのはさ、やっぱり主力がねコロナで欠けてる時でマークされるのに全然普通に淡々と打ってた、ね、だからあの一時の大里原さんと一緒でフォアボールが ものすごい多くなってるんだけど、うん、打てる球が来た時はねそれを逃さず仕留めるっていうね、5打席のさ、やっぱりテレビでこう繰り返しというか5打席やるけど、みんな違う球で、そうそうそう、違う打ち方で違う方に打ってますもん ね、 で泳いだようなのもあるし ね、 ね、そう、ただ、まあ、みんなストライクゾーンではあるんだよ、ね、あるですよね、あるけど難しい球を、まあ、でもね普通はできないですね、やっぱり神様の領域だなそのと思いました。だから今まで4打席連発打ったのが王さんとバースですか、あと赤城もいっぱいですね、古田もそうださ、だから俺何回もね4打席連発ってやった時5打席目ってすごいやっぱり注目するじゃないですか、そうそうそう、いよいよ日本シーンが出るのかって それがでも淡々と、そう、知らぬ間にね、ヒャッとやっちゃったからね、中日相手に、ね、でもやっぱり村上だからそういうのを考えるとね、まあ、今の大谷の話もそうなんだけど、来年の3月ってあのワールドベースボールクラシックあるじゃないですか、うん、WBC、うん、だからこれが、ね、楽しみは楽しみになってくるんですよね、うん、楽しみは楽しみだけど、うん、まあ、村上は出るんだろうけど、うん、まだ大リーグ行かないだろうからね、うん、大谷は出る、いやだってワールドベースボールクラシックはあのメジャーリーグが主催ですから、メジャーリーグの選手はみんな出るわけ、出られるわけですよ。今は、あ、そうか、今は、あのアメリカも大リーガーは比較的出るようになって、出ますよ、オリンピックと違いますから。ああ、でも昔は、松井が出なかったりした、はい、松井が出なかったのはあれヤンキースに移籍した直後で時で、で松井も自分のチームに馴染みたいからって言って、そう、自分の意思 でヤンキース自体もちょっと待てやと、お前まだ来たばっかりやないかと、むしろその方が例外なんです。そうそうそう、あ、まあ、あの本音は違って、イチローがあの時はもうどっちかとリーダーでしたから、うん、ちょっとイチローと一緒は後輩の松井は やりにくいんだろうな、うん、なんてことは話には、ね、出てましたけどね、まあ、それこれはなんだけど、ただもうワールドベースボールクラシックになると、もうこれ 各メジャーリーガーがみんな出てきますから、だから日本だって
それこそダルビッシュ、大谷、ね、で、ね、言ってるし、村上も出てくる、柳田も出てくるしっていう、なかなかすごい、ね、まあ、鈴木誠也とかも、鈴木誠也も、今すごいよね、すごいメンバーにはなってくると思うんですよ。だから、ただね、これ、ここで大谷がね、ただ大谷はこの前、ほら、オールスターの時に、ワールドベースボールクラシック出たいって言ったじゃないですか、出たいって言ったけど、果たしてこれ、出させてもらえるのかなっていうのがちょっとありますよね。だからさっき言ったようにトレードのごたごたで移籍が果たして決まってるのかどうかっていうのまずあるよね、うん、そこまでにね。もしかしたらまだ決まってないでごたごたしてるかもしれないし、あと大谷の場合ってあのワールドベースボールクラシックって出るときって選手ってみんな保険をかけるんですよ、うん、メジャーリーグが保険を、うん、でこれ怪我したらいくらっていう、だから例えば年俸20億円の選手が怪我したら20億円を保証されるようなその年のだから球団に払うみたいな、そういう球団だから球団というか選手も保証できるような、だからその保険をかけるんですけど、これはメジャーリーグベースボールがそのお金払うんですけど、うん、この保険料が半端ないわけですよ。だピッチャーがほらあのワールドベースボールクラシックって投球数制限あるじゃないですか、100球以内、あれってやっぱり保険料安くするためにそれやってるんですよね。だから大谷の場合って投げると打つの両方で保険かけてくるだろうから、保険料がすごい額になるんじゃないかと思って、それでだもしかしたらピッチャーとしては登録させないかもしれないよね、大谷ね、打つだけにしちゃうかもしれないなという感じもするんでね。まあそれでもね、大谷、村上、柳田なんていうこういうクリーンアップができたりしたらすごいすごいものだから、それはそれでね、ピッチャーね、あと山本や中もいるしね、そうそうそう、まあ、ピッチャーはね、日本はいっぱいいますから、ね、まあ、あとはあれだ、うん、まあ、あの佐々木朗希だとね、だからバリバリの優勝候補になるであることは、ね、まあ間違いないなと、はい、思いますね。まあ、野球は本当ね、あの先がいろいろあって楽しみだなという感じがします。であとね、まあ、先月でいろいろちょっとすごいなと思ったの、結構日本の女子すごかったと思わない、日本の女子アスリート何が活躍が、だから例えばフェンシングであの江村美咲が初めて世界選手権で優勝したじゃないですか、それはここ、まあ、1、2ヶ月におけるそのいろんな世界選手権やなんか国際競技の中で日本女子がすごかったということ、うんうん、すごい目立ってるなと思って、この 2、3 週間、うん、今までフェンシングで女子ってあの世界一になったことないんですけど、これ江村美咲って板橋区今拠点に活躍してる子なんだけど、この子があの、ね、サーブルっていう、そうですね、サーブルって今までなんですか、サーブルってこの上半身だけがあれで、であの突きだけじゃなくてこのキルでも ポイントが入るやつなんですよ。でこれで初めて日本で今までサブルで金メダル取ったのになかったんで、それで初めて取って優勝して、それは男女問わずってこと、男女問わずサブルっては全然いなかった、だからあれじゃないですか、あの太田雄貴はあれフルーレですし、であの団体でこの前東京オリンピック優勝したのあれエペですからね、うん、ただエペが一番競技人口多くて応答なんでしょ、そうそう、エペはね、エペはほらあの普通サブルとかフルーレは攻撃権が持った方がしか点が入らないけど、エペはどっちがついても入るから結構ちょっとチャンバラっぽいっていうチャンバラっぽいとか、それが一番こう、まあ、メジャーというか、そうなんですよ、だからね、でそれでまずその江村美咲が取って、であのあれじゃないですか、投てきっていうか、あのやり投げで世界陸上でね、上、はい、あの やり投げの女子やり投げの北口春香、うん、あの子が初めて銅メダル、ね、銅メダルだけどメダル取ったの初めてですよね、フィールド競技でね、うん、これもすごい快挙だなと思ったんですよ ね、まあ、ね、だって今までさあんな、ね、ロシアとかいろいろこう投てきの選手見てきて、あの女子たちに日本人の女子が勝てるわけないと思ってたじゃないですか、まあね、もうでやり投げって陸上の、ね、フィールドとしては非常に伝統のある、はい、あの競技人口も多い、はい、まあ、でも女子がそれどれくらい多いのかっていうのは、ね、女子もでも結構いると思いますよ、まあ、うん、日本でもね、ただああいうのを見ていつも俺は思うんだけど、はいはい、世界記録見ると、はい、未だに70年代80年代のソ連の選手だとさ、東独の選手だってどう見てもやばいな、もう絶対伸びちゃいますね、まあ、それはもうあれを見てあれいつも思うんだよ、だから一番今それ一番残ってるのは投てきが多いんじゃないですか、投てきが多いですよね、投てきが一番やっぱり、うんうん、あの多いのかなっていう、やっぱりこの筋肉の量で ね、そうそう関わってきちゃう種目でもあるから、であとはあの今日からほら
あゴルフだと全英女子オープンが今日からもう始まっそろそろね始まってるのかな、これ始まるんですよ、まあ、渋野日向子が3年前に勝ったんですよ、うん、で先週この全英女子オープンの前哨戦といえるスコットランド女子オープンっていうのがやって、うん、やってこれで古江彩佳がそう、ね、で LPGA ツアー初優勝を飾ってるでしょ、だからどこ見てもなんか結構日本の女子が、ねうん、上に出てきて、うんやっぱりちょっとレベルアップってすごいんだなって環境が整ってきたのかね日本の女子選手、ね、そうですね、あともう一つあれもそうスケボーも あの14歳であの金メダル取ったあの もみじだっけ、うん、西谷もみじでしたっけ、あの子もこの前 X ゲームで勝ってますもんね、うん、だからやっぱり環境も整ってるし、あのやっぱり東京オリンピックのなんていうの補助金っていうのは結構出たじゃないですか国から、あれで世界的に遠征はしやすくなってるんですよね、うん、国際遠征は、ね、でもあれって補助金出たけどそれってあれでしょ、あの、どういう補助金かよく分からないけど、うん、要するにあれ競技で勝ったところがいっぱいもらえた、協会費っていう形で一応で競技が出てきてオリンピックやるからってね、うん、それがあの徐々にその効果が出てるっていう話、そうそう、うん、だからあの協会費もらってみんな何をまずそこでお金使えるかっていうとやっぱり国際試合あの海外の試合で行けるんですよね、行きやすい、であれから1年経ってあのオリンピック終わって1年経ったんですけど、うん、結構他の競技団体みんな行ってるのやっぱり行きにくくなったって言って海外に、うんうん、お金がやっぱりなくなってスポンサーも結構みんな撤退しちゃったもんで終わって、うん、だその辺が64年の時と全く一緒で一緒、ね、メキシコまでなったんですね、うん、結局その貯金って、うん、だからミュンヘンになると、うん、パタパタパタってダメになって、うんまあ、その後なんてもう押して知るべしっていうか、うん、そうだね、まあでもモントリオールぐらいまでまあなんとか複数あ2桁のね金メダルの近いところまでなんとなく伝統競技の特にまああの特に体操だったけどね、それで生かしてたけどその後本当に3つとかね寒くなってきたんですね、いやだからねまあちょっと補助金はお金の問題はちょっと失敗ですね、だからね、うん、ああいうのスポンサーさーっと手引いてっちゃうからね、そうなんだよ、あの、うん、そうだね、結局補助金はあるけどあのこの前もどっかでうちでも報じてたかな、やっぱりスポンサー離れっていうかさ、うん、一部の競技を除くと、うん、こんだけはっきりとスポンサー離れてっちゃうのオリンピック終わったってね、うん、特にコロナでね、まあ、あのスポンサーの中には苦しい企業もいっぱいあるから、そういうところもね出さないですよね、だから1個、うん、その補助金関係なくて、まあ、補助金がなくてもその各競技がやれることが1個あるとしたら、うんまあ、補助金受けた人って選手だけじゃなくて、うん、その指導者だってもうついてて言ってるわけじゃないですか、うん、そういう指導者の人たちが頑張って今後も指導できるかどうかっていうところですよね、こらえきれるかとか、あとまあ選手が、うん、いい恩恵を受けた選手がちゃんと指導者やってくれるか、うん、あの変な起業とかをしないで、引き続き競技に貢献してくれるかどうかっていうのがまあ一個、うん、生涯そのスポーツで携わっていけるかって、うん、みんな基本携わっていきたいって人が大半なんだけど、うんうん、でも食っていけないって問題が出てくるよね。だからただでさえマイナースポーツの指導者ってみんなほらアルバイトとかやりながらね、他の仕事をやりながらとか、ね、やってるじゃないですか、うん、そこへ持ってきて遠征費とかなんかも捻出していかなきゃなんないって言ったらもう大変ですよね、だから J リーグのこう理念っていうのはそれを生涯、はい、そのもうなんとか、ね、あライセンス制度にしてね、それで、はい、あの基本的にはサッカーで中心に食べていけるような、うん、あの、仕組みシステムを、ねね、やってるんだけどね、あのなかなか、うん全部で実現できないけど、うん、基本的にはそこで指導者になって、うん、あるいはあのチームのもうマネジメントになってとか、そういうシステムでしょ、ね、あのただね、あのライセンス持ったとしたってもうみんなライセンス持ち始めちゃうと、うん、本当に A 級ライセンスとか S 級のトップクラスのライセンスじゃないとなかなか役に立たなくなってくるんですよね、うん、であの辺のトップクラスのライセンスやると本当に大学のかなり専門的なこの体の知識とかなんか必要になってくるから、うん、やっぱり今ねちょうど TBS ドラマであのオールドルーキーっていうのをやってますけど、うん、あれなんかサッカー選手のセカンドライフで何もやることとかね、サッカーしかやったことないから、うん、そこからスポーツマネジメントの世界に入っても苦労していくっていう、うん、そういう世界やってますけどドラマで、ね、本当はあのそれ見てみるとその通りなんですよね、あれね、
だからまあこれからもセカンドライフっていうことを考えてももう大変なはずだなっていう感じがします、うん、まあそれではちょっともう一回もう一つお金の話なんだけど、あれ東京五輪パラリンピック組織委員会の理事だった高橋治之さんね、この人が自分が経営するコンサルタント会社に、まあ、紳士服の青木が4600万円かな4500万円コンサルタント料払ったと。で理事っていうのはそういう組織委員会の理事はみなし公務員だから、そういうふうにお金をが流れてくるのはおかしいんじゃないかと。それで青木っていうのはまあスポンサーに、東京オリンピックのスポンサーになったわけだから贈収賄に当たるんじゃないかなみたいな話がすごいやってる、やっぱりなと思って、うん、まあもうこの番組何回もやってますけど、もうオリンピックって儲かるのは企業でも何でもなくて、うん、やっぱり電通なんですよやっぱりね、まあ、最初はね、まあまあ、でこの高橋さんっていうのはもう電通の元専務で、うん、もう昔から有名だった方でね、なんか FIFA とも関係を作ったのも彼だと。いやもうだから FIFA も IOC も高橋さんって言ったらもう、まあ、高橋さんじゃないと話が通らない話ってたくさんあるって聞いてて、うん、高橋さんってやっぱりもともとサッカーから出てきた人 で一番最初にですけど、やっぱりトヨタカップとかあの辺作ったの高橋さんだしね、まあ、すごいっちゃすごい。 でその後2002年 の日韓ワールドカップあるじゃないですか、あれもユッチっていうのはかなり高橋さんが電通として、まあ、電通時代の高橋さん絡んでるし、ただなんかで聞いたけど白鸚堂が始めたんだけどそれを取っちゃったっていうのはワールドカップ、箱ほどが初めてワールドカップは箱ほどとやってたけど、最後はこの高橋さんの勝って、で箱ほどはただその前の J リーグを取ってたから、あ、なるほど、開幕時はね、だからその逆襲をちょっとこうやられたっていう感じでもあったんですよ、ワールドカップはね、まあ、だから日本のスポーツビジネスを変えた人って言われてみんな言うっていうのはこれ当然、で一回高橋さんの部下のだった人とこのゴルフやったことあるんだけど、高橋さんの凄さって何かっていうと、やっぱりこのスポンサーって大体サッカーのそのトヨタカップ始まった頃なんてスポンサーつきたくないじゃないですか、そんなほとんどまだ人気がなかったし、一番人気が低迷した時期だったからね、だそういうのを渋るスポンサーを強引に口説いて、いややればこれだけ企業価値上がるからとか言ってガンガンに行って、こう結局は自分のところのスポンサー持ってきちゃうっていう、そのやり口がすごいとは言ってましたけど、そういう、まあ、確かに、まあ、今だったらねサッカーでやってサッカービジネスになるだろうってイメージつくけど、あれどん底だった時だからね、少なくとも J リーグがまあJリーグの時だってね、どうなるのかって言ったし、その前のましてトヨタカップの頃ってどん底で、ですよね、メキシコオリンピックの後ガラガラですよ、ね、ガラガラだったって時代にだから、うん、そういう意味ではね確かに。そうなんです。でその後僕大リーグ担当のデスクやった時に聞いたのが、NHK って今大リーグの中継平気で普通にやってるじゃないですか、あれってね93年か94年ぐらいからなんですよ始めたのって、NHK ってこうやって、ノーモがいるか行かないかぐらい、そうそう、その前ってほらフジテレビが夜中にやってたりとかさ、あ、まあ、そうちょっとこう民放がどこかでやったり、それをその高橋さんが MLB から放映権をなんか買ってきちゃったんですって、で電通がぶつくさいって、要するにお前何をやってんだと、こんな大リーグの誰も見ねえよと、クソ高いの、高い、そうしたら、いやいや、まあ、一応これは持ってた方がいいですよって言ったら、翌年にノモが行って、一気に爆発したんですよ。だから先見の目という、でもあれだね、それの話だけ聞くとさ、やっぱり。リスクも取りながら、そうそう、取りながら大したもんだって感じはしちゃうけどね、はあ、かなり失敗したのも絶対あると思うんですけど、まあ、まあまあそうだよね、今、まあ、そうだね、間違いなくね、まあ、成功したものだけが語り継がれますからね、そうそう、だから、まあ、でもそういう山下的なものっていうのはなかなかそうそう、まあ、ある意味で魅力もある、ね、というふうに思っちゃう、ね、そうなんですよね、だからまあそういう人だからね、まあだから、ね、まあ、今回ってだから、まあ、確かに4600万円とかそのコンサルタントもらったもらったっていうけど、これってでも月100万円のコンサルタント料って別に普通ですよね、これってね、その月100万円の3年分ぐらいか4500万かな、そう別にバカ高いです、コンサルタント個人でもらってる人もいっぱいいるしね、そのぐらいだったら、うん、まあだからそれがこうまだ全体像は見えないからね、こういう事件ってそれが一番分かりやすいものであって、そこはあって、その関係がまあ必ずしも適切な関係じゃないことは間違いないんで、そうそうそう、お金 の, その どのくらいの、まあ、値段というかね、大きさは置いといて、そことやっぱり青木という、まあ、ある意味ではちょっと
入りにくいんじゃないのとブランド性からしてね、それが入ったという、まあ、ある意味での若干違和感のある採用の中では、うん、そういうことだったのかなという、そうなんですよね、まあ、検察としてもこれはその金のその青木と高橋さんの関係というより、うん、もうもっと全体のこの金の流れをもう強制捜査して、うん、資料をバーッともらって組織委員会から何からのかいろんな金の流れたくさんあったりとか、まあ、先月も言ったけどあの決算終わって6000億円ぐらいが一体これどこから来たお金なんだろうっていうのがあったりするっていう、うんうん、だからやっぱりそういうことの、まあ、端緒に なってるかもしれないし、ね、これもなんかがあ、でもこれが初めてだよね、これにこういう組織委員会やなんか関してはね。そうそうそう、だからそこからいろんなものを押収して、新たないろんなものが分かってくるかもしれない、ね、そうですね。で踏んだり蹴ったらこれ青木じゃないかなと思ってまあまあ、まあ、まあ、だからやっぱり分かりやすいストーリーで入った方が、はい、検察もねやりやすいし、まあやっぱり世論を気にするからさ、検察ってね、あとは、マスコミの一部の、まあ、大手のメディアからはもう情報とをこう共有しながらやってるって部分が現実的にあるよね。青木ってね、今回やっぱりスポンサー料をオリンピックのスポンサー料で5億円払ってるんですよね、うん、だからそこが見えやすくなってるでしょ。そうそう、それとやっぱりあの他のアパレルがねイメージが悪い、はい、オリンピックが、ね、必ずしも良くない中ではやっぱりああいうこう なんとかな大衆スーツのようなう必ずしもこうある意味でハイスなブランド力がないところがそこに入るっていうのは、ね、あのやっぱり、うん、構図としてはね分かりやすすぎちゃう、まあ、分かりやすいよね、うん、本当にあれあのウェア日本代表選手団のウェアですか、うん、あれって手を挙げるとこなかったんですよ ね、 あれやっぱ今まではさ森花江だとかさ、うん、あったんだけどあのなんだとかね、まあ、大体聞くと、うん、ああなるほど日本を代表するなっていうところでしょ、うん、それそういう人がデザインやったけどデザインやってアパレルはどこが入ってたか知らんけどさ、それに近い、まあ、そういう人たちが入ってるような、まあ、大手に近いアパレルなんでしょ、うん、あのアパレル系に関しては僕ファッション系の人からいろんな話を聞いたのが、うんうんうん、ちょっとここで具体名出すの避けますけど、うんうん、今おっしゃったようなもう誰が聞いても知ってるような日本を代表するブランドにいっぱい声はかかってたらしいんですよ、うんうん、だけどみんな断ったのが断ったのがもう皆さんもう口を揃えておっしゃってたのが、うんうん、やっぱりザーと安藤忠雄に恥をかかせたイベントの担当は私はできませんっていうので断ったっていう風なのを僕ずっと聞きましたね。だから関わってんだなんとなく そのあたりとアパレルは、うん、アパレルは僕ですか、うん、いやいやそうやって要するに安藤タダだとかそうですそうですやっぱみんなあの仲いいので、うん、リスペクトもありますし、うんうん、でメリットがないっていう、うん、まあまあそっちの方がいいだってやっぱりいろんな、まあまあ、メーカーだとかね、はい、あの食料品やなんかもあるかしんないけど、うん、アパレルって一番そういうイメージに関してはさ、うんね、あの非常に敏感だから、はい、でコロナも加わってこのオリンピックがね今言ったことも含めて、はい、うん、それは安藤さんたちに、うん、あの恥をかかしたっていうのはあるかしれないけど、うん、それ以上に実は その、まあ、彼らを出しながら自分たちが、うん、あのこういうちょっと不人気なものをやりたくなるってことだよ ね、 でそういう不人気なものに5億円払ってスポンサーさらにあれ選手団のだけでも1900着つくんですよね、ユニフォーム。それもあの入場行進するときにあの上が赤で下が白だけ日の丸カラーのやつを1900着、うん、あと移動用のスーツ1900着、うん、これ全部提供なんですよ、まあそうだね、でこれアスリートってみんな体型が太ももがだだっ広かったり肩幅広かったりだから標準じゃないからね1900人一人一人全員採寸したっていうわけ。なるほど、全員採寸したのだから1900かけるその2着作んなきゃなんだけどね、移動用と開閉でもうこれだけですごいお金かかっちゃってるじゃないですか。だからそれ考えるとやっぱり家中のクルー拾ってくれたんだから、そう思うんですね。だからそれ考えるとこの構図は成り立ちにくくなるよね。むしろあんまメリットなかったのやってくれたんだからむしろお金払うもんじゃねえじゃん。プラス審判団とかスタッフじゃないですか、これ全部で5500着あるんですって。それもあるでこれは採寸はもう できないから、これは吊るしをダーッと吊るして自分のサイズに合うのをもらってってくれってやったらしい。これ5500、5億円プラスこれだけやらされてさで今度これだけイメージ悪くされてさ、もう、ね、しかも下手すればトップが、ね、はあ、塀の中に、そう塀の中入れて、で東京オリンピック無観客だからチケットももらえてないんですよ、うん、あの人たち
か、なんかあれだね、ちょっと気の毒になってきちゃう、ね、でそれで、ね、ただでさえほら テレワークが普及でスーツ売れてないっていうところがこんなことになっちゃってるから、ね、なんか踏んだり蹴ったりだなと、まあ、まあそれ考えちゃうとなんかあれだ ね、だから石井って割と言ってるのが青山とかね、あスーツカッパーにいるとか、あの小中とか、小中とかあの辺で、あれってね、あの辺は ね、その日本代表は やらないで、そのもっと個別の競技、例えばバドミントン選手団の、そのあの移動用スーツ、これなんか青山なんですよ。あそういうの別に競合他社でも別枠で入れるんだ、ええ、あの各競技団体に関してはそこはもう全然及ばないんで、ああそれはだから IOC の枠の中でもそういうのはできるわけ、はい、そうです。だから自分のところに選手抱えたりして、それでスーツじゃその代わりみたいな感じで、そっちの方が美味しいですよ、どっちかっていうとね。確かにね、あの経費から言ってもね、そう青山とか来なかは割とセーフとか言ってるかもしれないだから意外とね。そうですか。いやだからね、ちょっとだから今回はあの青木にあの本当にちょっと僕は同情同情いたします。そういうことを知るとね、それで東京新聞なんかにね、あの企業が利権ばっかり得るオリンピックはダメだみたいなこと書かれてさいや儲かってないでしょ青木これっつって見てもさ、これに関して、まあ、ただそのいろんな、メリットをね青木なりには考えた上なんだ、うん、上だったけど、まあ目論みがかなり外れたのはたくさんあったと思いますよ、まあまあ、それはね、なかなか大変だったなという感じいたします、はい。まあ、あとは他に、まあ、先月あとあったニュース、やっぱり羽生結弦のこの競技からの引退っていうのね、もう結構予測できませんでした。だから、まあ、ちょっと自慢話をするんじゃないけど、はい、あの日の前後とその前に、はい、私が言ってたのは、はい、要するに、競技は競技、まあ、競技としての、はい、あのスケートは引退するけど、はい、あの4回転アクセルは続けますっていうのを言うっていうのは、はいはい、ずっと私は言ってました。ああ、なるほど、4回転アクセルはねだから、はい、私の編集業の中の座ってる周辺では特ダネでしたね、でその女房に話したら、そのみんな分かってたよ言ったか言わなきゃだけだよ、僕はね、あの羽生結弦があの去年の12月 の日本選手権の翌日にエキシビションあるじゃないですか、あの時に羽生結弦が踊ってる時にバックでピアノ弾いてたやつが高校の同級生なんですよ。でそいつから後から聞いた話では、あの時羽生結弦が言ったのは、好きなテンポで弾いてくださいとそいつ言ってきたわけ、で僕はどんなテンポでも合わせる自信ありますって言ってきたから、今までずっと彼はもう10年近くそういうエキシビションなんかのピアノやってきたんだけど、そんなこと言う選手いなくて、まあ、フィギュアってやっぱりどっちかと合わせる時間タイムを合わせるスポーツじゃないですか、4分とかなんかの、だからそれをこうわざわざ崩すっていうのは普通はありえなかったんだけど、羽生が言ってきてびっくりしたって、だから羽生結弦やりたいことって結構そういうことだ、なのかなみたいな ね、その型にはまったんじゃなくて、もっとこうお互いにあのアドリブをお互いにこうね、演奏者とダンサーとしと立場として、そういう自由なフリーなものもやりたいんだろうなっていう感じ、引退のコメントも競技は引退するけど、成長は続けるっていうふうに言ってたんで、なんかアスリートというか、表現者っぽい感じでしたからね、そうだよね、ずっと、ね、だから人気あったなと思いますね、まあ、でもどうなんだろうね、フィギュアスケートってこの競技者とプロって意外とこれあれじゃない、フィギュアスケートって結構線引きがあるじゃない、それとそういう意味ではさ、やっぱりアイスショーっていうものを主体的にやる選手と競技したいエンターテインメント、いや好きでよく言うんだけど、ショーアップされてて、ね、そうですよね、だけどあれすごいと思うのはさ、まあ、現役の人たちも結構羽生結弦も今も 出てるけどさ、私なんかもモスクワに行った時、プルシェンコやなんかが出て、もうそうそう、あの頃って、まあ、2000年代だからさ、オリンピックの4競技のうち3競技金メダルはロシアみたいな、それが全部出てくるんだわ、それでいろんなこうパフォーマンスというかな、コスプレもやってね、それでそんな値段じゃなくてやってる、で日本もあのよく行くんだけど、それでも
あの高橋大輔だとかさ、まーちゃんとか出てきて、うんうん、歴代のこう、まあ、スターが来てて、はいはい、結構見れるから贅沢で、うん、でロシアなんかのアイスショーなんかでもやっぱりかなりそういうだって前のかつてのレジェンドとかなんかそのさっき言ったようにすごいいっぱい出てくるんですか。だからいやだからさっき言ったじゃん、うん、いやだからそれ そ, そ, そのいっぱいと合わせてだからみんな金メダリストだね本当だ、とか皆さんが知ってるスーツ使い屋だとかね、あの奥さんのバ奥さんのバイオルムはあの、うん、アメリカ行ったらそういうゲスト来たりとかさ、そういうみんな、うん、みんな知ってる人たちが、うん、出てきてね、うん、でも羽生結弦クラスだったらおそらくそういう世界中のそういうアイスショーなんかに呼ばれるんでしょうね、オファーは絶対来るでしょうから、まあ、彼はそういうこの実績もあるけど実績以上の人気がね、うん、あの一時のプロシェンコもそういうとこあったけど、うん、そういう意味での人気はあるからね、うん、世界的にもね、ね、だからちょっとステージの違うぐらいのアイスショーの人気が、うん、あのいろんな選手が、ね、引退した時ってそういうことプルシェンコなんかもそうだったけど、やっぱりアイスショーがこう注目されたりや、うん、スーパースターが出るたびにね、うん、だけど羽生結弦はまたアジア の, そのスーパースターとして一段階アイスショーを違うものにしていく可能性あるよね。だからそういうなんかフィギュアスケートっていうのは競技ね、ばっかり見てる人もいるかもしれないけど、実はこんなすごいもっとアートな世界だっていうところを別の次元ももう一つ作ってくれるんじゃないかなっていう感じがしますよね、彼はね。だからね、楽しみですね、これね。でもやっぱね、あやしをよく見に行って、うん、競技フィギュア見るじゃん、はい、だけどね、なんつうのかな、やっぱり緊張感とさ、はあ、やっぱ競技を見ると、まあまあね、ちょっと違うな。だから一回転んだらアウトみたいな世界 と、ね、やっぱりこう、うん、やっぱりこうあのエキサイトするよね、うん、やっぱりあの競技の方がね、うん、まあね、アイスショーだと例えば 4回転とか失敗しても転んだ後立ち上がってこう観客にこんなごめんねとか言いながらこうまた続けたりしたりするじゃないですか。基本的に羽生結弦も会見で言ってたけど、うんうん、基本的にあのミスしない構成であるから、はい、だからそれはやっぱりあのそこで4回転アクセルとかって基本的にはしないけど、はい、彼はそれを、うん、でも彼は多分調整すると言ってでしょ。僕はね、あの代々木体育館でまだ高橋大輔が全盛の時だ、羽生結弦が出てきたばっかりのところ時、一回東京大会でアイスショーを見た時、羽生結弦やったら転んだんですよ、アイスショーなんだけど。だからもうとにかくトライをしていくわけ、うん、でその時ステーッと転んで、うん、ですいませんとか言いながらまたこう続いてまた同じように転んで、だからそういうのはね、そういうのは見たことないもん、うん、ね、高橋大輔なんかはねきちんと滑るんだけどね。羽生結弦ってだからそういう意味スケーターとしてはちょっと違う、うん、ね、あれ、うん、ね、パターンにいる選手だから、ちょっと話が少し下記の競技に移りますけど、はあ、スケートボードがオリンピック種目になるときに反対された理由が一番それなんですよね、うん、要するにトライするものなのに、うん、トライしなくなるんじゃないかっていうのが、ね、うん、まとめに、うん、失敗しない構成でいくんじゃないかっていうので、うん、まあ、この間の2020年の大、うん、2020大会はみんなトライしてましたけど、うん、もしかしたらまあちょっと次第にみんなトライしなくなるかもしれないですね、うんうん、やっぱでも X ゲームっていうのはただね、もうトライしなきゃいけないゲームなんでしょ、なんか俺そういうイメージがあるけど、 X ゲームはそうです。 X ゲーム、ね、でも X ゲームと今のちょっと競技化されたスケボーちょっと違うんだよね、うん、また、うん、まあ、だから今の話とフィギュアスケートの話とはちょっと矛盾する話だけどね、はい、うん、フィギュアスケートの方はオリンピックだからこそ、オリンピックだからこそトラ、うん、チャレンジするけど、うん、今言った話はオリンピック、うん、競技になるとチャレンジしなくなる、そう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 です、だからちょっと違う、そうです、 逆になっちゃう、うん、それは なんで、要するにオリンピック競技だからチャレンジした方がいいんじゃないの、要するにミスすると得点がマイナスになっちゃう、減点とかになってきちゃうかなっていう、でもそれってさ、例えばハーフパイプなんかはあのチャレンジングな方がいいふうにあの得点の構成ができてるじゃん、要するにあの採点の基準がはっきりしちゃうと、うん、そこからずれた行為をしなくなるってことですね、うん、そういう、うん、まあでもそれは採点方法を変えるね、そういうチャレンジに対してのマイナス点をちょっとこう変えるとかさ、なんかあるんじゃないかな、やり方はね。やっぱ競技オリンピックで一番を、うん、あのまあ、権威のあるオリンピックということで一番、うん、二番という順位をつけることによって本来はチャレンジングになるんだよね。だからフィギュアスケートがなんでこんな形にそのオリンピックなんかに形にはまったものになっちゃったかっていったら、もともとがあの線をなぞるようなああいうところからじゃないですか。あれがフィギュアという言葉自体があれからだね。そうそう、あれからだから。で前は
我々覚えてるけどね、はい、あの今はさ、ショートとフリーでしょ、うん、あの札幌オリンピックまでは3つあったんだよ、うん、いわゆるフィギュアって言ってこう線を正確に札幌オリンピックは先もその J ハメとかもありました、ね、あ、そうだ、あのあと3大会ぐらいで、うん、はい、それとあれの、まあそのまあ、3つぐらい後からああの、規定とそうなんです、あのあれだけになった、ね、規定と、うん、規定と要するにフリーだけになったんだけど、そうそう、このこれを書くやつの方がさ、あの構成が大きいんだよね。だから最初にする時何のためにこれやってんだろうなと思ったから、ね、だから最後のフリーで いい点取ってもこっちの方でそうそうの方が優先されるから、何これ。そうそうそう、あのあれだよね、札幌で優勝したオーストリアの女性のシューバーなんていうのは、うん、ほとんどかい、ジャンプなんか一回転ジャンプだとかね、そんな感じだったんで、うん、だからジャネット・リンとかさ、マグヌセンなんかのよっぽどこうカレンダーやあれだとあの、うん、フリーなんかこんあのすごいんだけど今だから今のその規定ので思い出したけど、伊藤みどりの時もまだあれ残ってたんですよ、あれ、あれまだ、あ、そうだね、あれの時は少なくとも最初のあのアルベルビルの前のそのその前 のアルベルビルの前 リレーかなんだっけな、リハメその後だから、うん、その前のどっか残ってて、残ってたよね、糸みどりがあれが苦手だったんですよ。そうそう、こうやってただただこうじーっとこうやって線を描いていくっていうのが苦手で、あれで大体5位か6位スタートで、そうそう、 だからメダルがダメだったんでね。でフィギュアでいやドーンとあれだけトリプルアクセル飛んでもダメだった。でアルベルビルになってあれがなくなったんですよ。そう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 、あ、そうか、その辺までまだあった、ね、そうあったんです、あったんです、思い出した、うん、カルガリだ、うん、カルガリですかね、カルガリまだあった、はい、だから写真が地味だったもん、あの頃。そう、綺麗の、ね、しかもさ、あれみんな寒いから上も着てるんだよ。そう、上も着てなんかこう後ろ見てバックしてもらうみたいな、トレーニングかよみたいなさ、だからテレビもやんないもんな、やんないやんないやんない、なんか後から順位だけ出してさ、何やってるか分かんないですもん、だったらテレビやってたって、ね、そうだね、そういうことなんか、そういう意味でフィギュアも変わってきてたんで、変わってきてるんですね、まあまあね、はい、随分変わったよね。スルヤボナリーとか今やってたらもうちょっと伸び伸びできたかもしれないですよね。まあただあれはあの彼女の場合はさ、くるっとあの宙返りですよ、はい、あれがあのまだ禁止だから、ね、あれ、まあ、まだ禁止ですか、ね、うん、まだ禁止、はい、そっか、まあね、スルヤボナリーはその4回転やったんだけど、うん、4回転がね、4回転カウントされなかったとかね、うん、はい、であと黒人だから差別されてとか、ね、うん、実際まだあったと思うんだけどね、まあまあ本当そういう話でなっていてさあ、そうそうね、おしまいが近づいてきたんですけど、まあ、最後ですね、せっかく今あのいろいろ女子のフィギュアの話なんかも出たんで、ね、もう一回ちょっと、ね、フェンシングの話戻りたいんですけどね、この江村美咲さんってね、お父さんがね、すごいですよ、江村浩二さんっていう、88年のソウルオリンピックでフェンシング出て、うん、でその後日本代表の監督もやったんだけど、フェンシングってマイナースポーツじゃないですか、うん、でもなんとか広めたい、日本ではね、だからなんとか広めたいって言って、一生懸命ね、板橋とかなんかでね、大会を開くんですよ、子供たちのジュニアので、大会を開くとき、僕もそのちょっとお手伝いしたことあるんだけど、その照明が今ヨーロッパのフェンシングってすごいショーアップされてるんですよね、うんうん、照明がこうすごい綺麗にこう、その照明のお金がないわけですよ、江村さん、この江村美咲のお父さん、だから全部このアマゾンでもって、一番安い LED 電球とかを自腹で全部買って、それを自分たちでこう組み入れていって、でそれでこう照明自分で作ったりして、なるほど、それほんの3年ぐらい前までそういうことやったんですよね、だからみんなお金持ちだけがやってるじゃないし、お金持ちだけでやっちゃね、なかなか広がらないからね、だからそういう中からやっぱりうん、であの金メダル取る娘を育ててきたっていうのは、やっぱりこの江村一家すごいな、うん、で今 彼女はもうプロとなって、あのタッピー達飛ホールディングスっていう、あの立川飛行場飛行機ね、もともとそこのところがもうスポンサーついてる、うん、これからも出てくると思う、全然話違うし、本題から始めないんだけどさ、はい、世界陸上の織田裕二はもう終わった、はい、これで終わりですはい世界陸上自体これからどうするのかなってちょっと思いますけど ね、 なんかね、うん、またね、いろいろね、はい、ではまた来月、第1木曜日、初回放送をお送りいたしますので、はい、今日もありがとうございました、見ていただきまして。